皆さんこんにちは。それでは今から若者市長と題しましてミニシンポジウムを始めさせていただきたいと思います。本日司会を務めさせていただきます自由放送団京都支部の尾崎敦俊と申します。よろしくお願いします。それでは早速パネリストの皆さん自己紹介をしてもらいましょう。皆さんこんにちは。仏教大学社会福祉学部3回生の天翔さなえといいます。普段は、路上生活者の方の支援のボランティアなどをさせていただいてます。今日はよろしくお願いします。皆さんこんにちは。山科の地で、考古学の勉強をしています、19歳大学2回生の五塚康平です。原発への反対運動、最近では秘密保護法や、X 版トレーダーへの問題などに取り組んでいます。よろしくお願いします。立命館大学の法学研究科の研修生のという立場の津田武明と申します。憲法集会に何回か参加させていただきまして、もうこの顔を見たことある人もいると思うんですけど、まだ出させていただくことになりました。まずですね、研修生という立場なんですが、図書館を使えるフリーパスみたいな立場でして、大学院を修了してまだ何年もやってるみたいな、いつまで残ってんねんみたいな、そういう立場です。では始めていきたいと思います。まず集団的自衛権ということについてですけども、最近テレビやマスコミで集団的自衛権ということを皆さん耳にするかもしれません。大手新聞社の世論調査ではだいたい4割から6割くらいの人が集団的自衛権の行使を認めるべきだということを回答しています。この点について若者のパネリストの皆さんに聞きたいんですけども、皆さんの周りの青年は集団的自衛権ってどう思っていますか。そして皆さん自身はどのように考えていますか。天翔さんからお願いします。まずその私の周りの人の話をしますと、あまりその具体的にこういうことになろうとしているんだなっていうのを意識している若い人っていうのはまだ少ないような感じがしてます。で、単純に、中国とか、北朝鮮も怖いし、それにアメリカとかが助けてくれるんだったら、じゃあ自分たちも助けてあげたらいいんじゃないみたいな感じで思ってる人っていうのも実際のところはやっぱり多いかなと思ってます。で、私自身は、皆様もその昨日テレビとかでテレビや新聞などでご覧になったかと思うんですけども、憲法の解釈を変えてその集団的自衛権を容認しましょうっていうようなものを出したっていうふうに報道されてましたが、そこに、その報道番組で出てた方が集団的自衛権を持つことで初めてその日本は世界から認めてもらえる、同じ立場に立たせていただけるっていうふうな言い方をされてて、どんだけふざけた話やと、その集団的自衛権を要はその日本のプライドを保持するために要は若い方とか自衛隊の方とかが犠牲に遭うのかっていうようなふうに私は思って、もうとんだえらいことになってしまってるなっていうふうな感じで思ってます。はい、ありがとうございます。では五塚さんお願いします。はい、この集団的自衛権って言葉自体がごまかしやと思うんですね。大体の人は、なんで憲法9条あるのに自衛隊あるんだろうっていう疑問にぶち当たった時に、日本には最低限度の自衛権があるんだっていう、このあれですよね、政府のざれ言ですよね、これをそのまま飲み込んで自衛権ってものはあるんだって思い込んでるんですよ。で、集団的自衛権、集団的ってなんだろうよくわかんないけど自衛権ならいいんじゃないかって思っちゃう人が多いと思うんですね。でも昔からそうなんですけど、大概ヤバいものは耳障りのいい言葉に置き換えているんですよね。治安維持法、治安を守る法律、実際どうでしたか。秘密保護法、秘密を守る法律、なんだかいい感じに聞こえるけども実際どうだったか。集団的自衛権なんて集団弱い者いじめ開き直り策動でしかないんですよ。そう思いませんか。以上です。
や、その通りだと思います。いや、本当に。ただ、その通りっていうのを多分理解してくれる人が、パッと言って、その、なんて言いますかね、集団的自衛権を、行使をできるようにするというのと、すぐに戦争につながると言ってしまう、多分開きがあるんですよ。そこのプロセスがすごく長いのを、一気に言ってしまうと理解してもらえない人も結構若い人いるでしょう。そこをどう、プロセスを説明していくかなっていうのが結構ぶち当たってまして、壁に細かい話をするとちょっと嫌がられたりするけど、まあ鬱陶しいやつやって思われたりするけどもまあまあまあよくあるんですけどね。もうどう説明したらいいかなっていうのはすごく課題かなと思います。ありがとうございます。ちょっと踏み込んで聞きたいんですけども、先ほど天翔さんの方から周りの青年では集団的自衛権っていうのはまあ、アメリカが助けてくれるのはいいかなとか、そういう感じのことを思ってるんじゃないかなってことが言われました。で、津田さんの方から今その集団的自衛権イコール戦争っていうふうに言うとなかなか周りの若い人にはすぐに伝わりにくいっていうことが言われたんですけども、例えば津田さんはどんなふうに集団的自衛権っていうのを周りの青年話してるかとかありますか？そうですね、例えば自衛権という場合に自分の国を守るためのものなんだという、そういう、まあ、いわゆる誤解、まあ、誤解でもないかもしれないですけど誤解ですよね、日本の言説では。でその誤解をどう解くかですよね。自衛権という場合、今までの自民党政権が基本的には外に出ていくためにどんどん自衛隊を強化してアメリカと共に戦争に突き進む、もしくは協力するためにどんどん土台を作っていく概念でありましたので、そのどういう変化が今まで起こってきたか、まあ、PKO の時からもそうですけれども、徐々にどうなっていったかというのを個別に説明していけば、やっぱりこの流れというのはやっぱり歴史的につながってますから、そういうところを説明はしてますけれども、まあ長いとちょっと嫌がられますね、というのは。まあ現実どういうことが起きてきたかを説明してきたということですかね。はい、ありがとうございます。